三原市の筆影山山頂付近にある展望広場からの景色です。海面から湯気のように立ち上った霧が向かい側にある小佐木島を覆っていき、船の視界を遮ります。この時期、気象条件が合えば現れる海霧です。海霧は秋から冬にかけての早朝に冷たい空気が暖かい海面に流れることで発生する現象です。朝日が昇る頃、海霧の勢いが幾分増したようです。光の当たり具合で海霧は表情を変えていきます。船が通るときに隠れた、その何とも言えない幽玄的なこう姿っていうのがいいかと思いますけどね。冬の風物詩海霧は気象条件が合えば来月初旬まで出現するということです。